平野仕様にあって、キムタクにないもの。エージェント契約で路頭に迷うジャニタレ続出2日、ジャニーズ事務所による2度目の会見が行われた。従来のジャニーズ事務所は、17日付で社名を、スマイルアップに変更し、被害者の救済、保証に特化し、保証終了後に廃業するという。 また、タレントとのエージェント契約を結ぶ新事務所を1ヶ月以内に設立し、社名はファンクラブから公募する。新会社の社長に東山則之、57、副社長に井野原義彦、47が就任することが発表された。大きく注目が集まったのは、エージェント契約という部分で、東山社長は今後の新会社では、 会社に委ねたり縛られることなく、タレント自らが活動の方向性に応じて自分自身で活躍の場を求めることになる。これまで培ったプロデュース機能やマネジメント機能を活用してお互いの知恵を出しながら活動を最大限サポートしていきたい、と展望を語った。これに対し、 所属していたタレントはもう巨大な後ろ盾がなくなるのだから本人のタレント性が試されていくのでしょう。渦漏れてしまう方もたくさん出てくるでしょうね。つまりタレントの実力主義になる。木村拓也さんみたいにお膳立てをしてもらって売り出しているタレントにとっては少年場。 エージェント会社は仕事の交渉をしてくれても例えば FC の運営なんかはグループや個人の事務所で行うってことだよね。これまで以上に競争厳しくならん全グループが本当にライバルになったと捉えてるけど違うとタレントにとってもより厳しい状態になると予想する声がネットでは多く上がった。 実力主義の時代へエージェント契約とは営業や交渉など仕事を獲得する上での業務を代行するものでそれ以外の業務は全てタレント自身で責任を持って行わなくてはなりません。 新体制になり、各グループやタレントの営業に回せる手も時間も足りない現状の中で、ある程度自らのタレント力のみで勝負しなければなりませんし、グループの場合はメンバー間で方向性を決め、足並みを揃えることが求められ、さらにセルフプロデュース力がなければ生き残りは厳しくなることが予想されます。芸能事務所関係者。 育ててもらう、売り出してもらうという視点でしか芸能活動を行ってきていない旧ジャニーズタレントたちにとって、自身での営業も視野に入れながらの活動はかなり厳しいだろう。創業者ジャニー北川氏と姉のメリー北川氏、いずれも個人、は、自分たちの指示に従う従順な駒になるタレントを好んだ。 だからこそエージェント契約になった時に生き残れるタレントの育成にはつながらなかったとも考えられる。サポートからの転換とべに移籍した平野志耀さんはもともと名古屋のご当地ボーイズグループに所属していましたが、ジャニー氏に才能を見込まれて関西ジャニーズ JR として活動を始めたという経歴があります。 平野さんが状況に合わせて自分に合った事務所を選べるのは自らを自らで売り出すという視点が育っていたからだと思います。そういう忖度なしで行動ができる決断力やどこで事務所を抜けるべきかなどの目利き力は芸能界を生き残る上で必要な能力と言えるでしょう。 ネットでも指摘があったように、木村拓哉さんのように、これまでジャニーズ事務所の手厚いサポートを受けてきたタレントたちは、エージェント契約になって戸惑うこともあるでしょうね。どう圧倒的な権力を誇った、ジャニーズという後ろ盾はもう通用しない。さらなる実力主義の中で、淘汰される人が続出するかもしれない。 ジャニーズ事務所の新たな方針であるエージェント契約が話題となっている中、タレントたちにとって新たな挑戦の時代が訪れています。実力主義の流れが強まり、自己プロデュースや自己責任が求められる中で、過去の成功に頼らず、新たな可能性を模索するタレントが輝くでしょう。 一方で、手厚いサポートになれたタレントたちは、新たな体制に戸惑うこともあるかもしれません。ジャニーズ事務所の変革が芸能界にどのような影響をもたらすのか、今後の動向に注目が集まります。